はい、どうも皆さんこんにちは、正和です。いつもありがとうございます。今日はねちょっと 手短になっちゃうんですけど、動画撮影していきます。ちょっとねあれからなんだかんだってね、ちょっと急に用事が入って撮影できなかったんですけど、今日まさに、編集してすぐ出そうと思うんですけど、こちらある、まあ、エアコンが効かなくなった原因、順番が違う原因がね、もしかしたら空気清浄機能付きのフィルターだから、フィルターが目詰まりしたんじゃないかな、エアコンのね。それをちょっとフィルター外して見てみようと思います。はい、片方ねフィルター外しました。じゃん、いやーびっしりだ。なんだろう、牧草の粉とホコリが混ざったちょっと変な緑とネズミ色の間みたいな変な色で、ウサちゃんの毛とかも混ざってんのかな、なんかそんな独特の色がしてます。これが原因かな、目詰まりして。これ解消したらね、普通に風が通ってエアコンも効くのかなって思ってね、今日は、はい、こちら。アイリスオーヤマハンディクリーナー充電式、ICH50B、 これをね買ってきて、あ、やばい、計画性なさすぎてね、ちょっとマジでなんかね、本当にこれ仕事行く前に充電しとけばよかったけどね、開封シーンも撮りたいなって思ってね、なんだろう動画でね初めて見て、その感じもね、皆さんにお届けしたいなっていうのもあるんで、はい、説明書と、あとは掃除機の本体とアタッチメント関係、充電台が入ってます。ちょっとね詳しくはまた今度ね、説明します。さあちょっとね、さすがに充電ちょっとはしないと動かないと思うんでね、充電していきます。はい、本体こんな感じです。あ、動くんだ。じゃあ充電本当にちょっとだけすれば大丈夫ですね。はい、そしてこのアタッチメントが重要ですね。ブラシ付きのアタッチメント、これないとね、全部絡め取るっていうのはできないんでね、これが重要です。選んだポイントもこれがついてるから、欲を言えばね、ここにもブラシが欲しかったけど、まあこうやってなぞりながらね取っていけばいいかなと思います。で、あとはなんかこういうね平べったいアタッチメントもついてるんで、まあこれ今回使わないですけど、なんかその利用シーンですね、によっては活かせるんじゃないかなと思います。じゃあちょっと早速ね、もうちょっと充電しようか。今回ねちょっと急ぎで、ね、ちょっと個人的な事情をね出しちゃって申し訳ないんですけどね、昔から、ね、本当に2017年ぐらいからかな、最近買い始める前だったような気がするんですけどね、その頃から見てる YouTuber さんのねチャンネル登録6万人記念のライブが控えてるんで、ちょっとそれ見たいから、ちょっと今日は足早に撮影してるんですよね。で、まあまたね、ゆっくり日を改めて撮影はしますんで、解説もその時合わせて、じゃあ早速ね撮れるかどうかいきます。めっちゃ吸引力強くてね、いい感じなんですけどね、このボックスがもう結構いっぱいかな、まだいけるか、ちょっとね、左右対セパレートだからもう一個あるんですよね、もう一個も外して掃除します。
はい、綺麗になったっぽいですね。ゴミ捨ての仕方とかね、ちょっとこのウサギ飼育の中で、こういう時に使えるかなっていうところはまた後日お届けします。じゃあ早速このフィルターをねセットしてエアコンつけてみましょう。どうだ、吹き出してる風は普通にいい感じ。これがちゃんとね、どうなんだろう、風が弱いから冷たさをあんまり感じなかっただけなのか。さあどうだ、冷たいのは冷たいな。ああすごい、手が届かない。多分ね大丈夫だと思います。まあ1年やそこらで、うん、冷たい風出てる。試しに冷房で今設定で18度だから、あ、冷たい冷たい冷たい風が出てるちゃんとね。うん、オッケーオッケー、よし、じゃあ除湿に戻して運転しておこう。はい、ということでね、原因は本当にシンプル、フィルターの目詰まりでした。掃除機を買ってきてね、すぐ解消できます。1万円足らずでね買えるような結構コスパのいい掃除機なんで、また掘り下げて後日紹介します。それではすいません、コメントエンジン、また次回します。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。他にもたくさん動画を出してます。そして他のチャンネルもですね、いくつかやってますので、よければ概要欄のリンクからご覧いただけたらと思います。こちらにね、画面に出ている動画もチャンネルもおすすめですので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。